角を生やした大男が現れました。村人は力持ちの大男をまれびとと呼び崇めました。しかし次第に恐れられ、ひどい目に遭ってからは人々を襲い始め、ついには鬼と呼ばれました。そこである若者が鬼に立ち向かいます。若者は黄金色の石をたくさん集め、キラキラと光り輝く不思議な刀を手に入れました。そして誰も倒せなかった鬼をその刀で切りました。鬼を殺した若者はその刀を残し、強く生きるのです。強く。おお、もうかように大きくなったか。はい、どのような子が生まれてくるのやら。この未来は限りなく広がっておりますれば。ヒゲの生え方は親子で似るというが、我が子もこんなむさいヒゲ面になるのかの。あら、私は好きですよ、あなたのおヒゲ。伸びた髪を櫛で漉いてあげる日が楽しみです。わしに似てしまうと、その間おとなしくしておれぬ子になるやもな。
大きくなればいずれ化粧も教えてあげないといけませんね。おの子であっても戦場の作法として必要じゃ。私とあなたの間の子、どのような姿に育つのでしょうね。案ずるには及ばぬ。どのような姿になろうと、愛しよい我が子よ。目元はあなたに似ると良いですね。私の好きなあなたのその目に。いやいや、お前にこそ似ると良い。愛しいお前のその目にの。
親としては傷一つなく健やかに育ってほしいものですが。なに、戦傷は武士の誉れよ。
おの子であれば存分に鍛えてやらねば。気が早うございますよ。Yeah.
強く生きるのです。強く。